ポロです。チェルです。ポロチェルです。はい、ラグナドやっていきましょう。いきましょうかね。今回はね、綿羊竜でいいのかな。うん。こちらに2人で行ってみたいなと思います。はい。勝てるかな。まあ、アーシェス姉さんで行こうと思うんですけどね。まあ、余裕でしょ。特攻だからね。だいぶ揚力差あるからね。最近揚力詐欺があるので、うん、ちょっと一回見ときましょうか。どんなやつか。そうですね。攻撃時に頻繁に魔法バリア、魔法バリアね。もう魔法バリア鬼なんで、もう姉さんですね。ですね。ゼロ攻回数が多いほど有利に戦えると。うん。ゼロ攻発動中のフルチェーンで解除できると。また強力な、物攻バフを自身を強化を行い。物理攻撃をするため、物攻バフ解除が効果的ということですね。うん。でも何も考えずに一緒にフルチェしていきますか。行きましょうかね。行きましょう。準備ができたら言ってね。ああ、そうですね。とりあえずゼロ棒をね。とりあえずいいかな。待って待って。棒が来ない。棒が来ない。棒が来ない。飽きたけどもうちょい。いいでしょう。じゃあ行きましょう。え、お、さすが。いい感じ。いい感じですよ。硬っ。硬いですね。ちょっと硬い感じがしますよ。いや、言うて強いからね。揚力さ、私結構、まあまあまあ、そうやけどさ。あ、でも特攻だから大丈夫、大丈夫よ。ちょっとそろそろゼロ棒を張らないとやばそうやな。あ、棒、そうだね。棒なしでいっちゃったきさ。ダメダメ。そんなに連続攻撃とかは来ないから、うん、割と棒がよく回りますよ。そうね。あ、魔法バリアしとよ、噂の。許すまじ。あ、ミスったな、ちょっと。ミスった。ミスった。あ、ゼロ。ゼロ？ゼロでしたね。バリアの。ああ、そうだね。剥がすのはね。ああ、ダメージがね。ゼロです。魔法バリアやけね。え、どうしてどうして？あの、物理で来なかったの？あ、でもね、おすすめこうなった時ね、もう何も考えずおすすめ通りに消してしまったよ。あら、でも今からゼロ攻のやつで、バリア割るけ。割れる？うん。お、麻痺？麻痺かな？これでなかったことになりました。お、もう外れてたけどね。あ、そっか、麻痺も与えたよね、75% で。そうそうそう。なんかもういい感じよ。いい感じですね。うん。で、私もなんかまだ回復全然。あ、ほんと、余裕ありますし。なんでしょう、ね、全然減ってないけどね。いやいやいや、でもまあ感覚的に私は全然本当全然いけてます。自分の体力の話をしてるんじゃない。まあまあそうだよね。だから長期戦、長期戦全然 OK です。いやー、長期戦はちょっとこっちが辛そうよ。耐えられるダメージ、麻痺していこう。ああ、そうね。もう私はあのゼロ棒ストックもしてますから。ゼロ棒、棒、ああ、ゼロ攻の必殺打つときさ、ポロさんちょっと考えて打ってよ。まあまあまあ、そうです。相手が魔法バリアしてるときとかさ。いやー、それは難しいよね。気にせず打った方がいいんかな。打ってったらいいんじゃないですか。なんか本当、何回かに1回は当たるみたいな、そんな感じでとりあえず棒だけはね。まあまあまあ、切らさんよね。死守しないと。そうね。ほら、チロさんも棒が切れてるから、ほら。いや、棒あるよ。減ってますよ。私全然もう。全然余裕？余裕です。ただあの、ストックする場所がもう棒で埋まっちゃってるんで。ああ、なるほどなるほど。うわ、痛そう。やばいやばいやばい。あ、お友達が。お友達が。
ゼロコ私やりましたよ。ゼロコフルチェア。あ、本当？やりましたよ。あ、無効になってる。麻痺。どうして？ 75% やけ。あ、 25% 引いたってことでしょ。そっち引く？棒3つあったのに使っちゃった。棒のストックを探さないと。あ、でも、はい、ちょっとポロさん頑張ってね。一人じゃ無理だと思う俺。これ減り方からして無理だよ、ね、大丈夫大丈夫。初の回復。麻痺って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 。お、ああ大丈夫大丈夫。回復もう予約しとく。大丈夫。いや、そう、そうやね。まずそこやね。うん、忘れちゃうから予約しとく。なんか棒あるのに。うん、結構減る。減る。まずいね。これまた凶暴化したらもう。そうやろ。凶暴化の前に倒したいですね。うん、もう俺ゼロ効がなくなりそうなんやけど。嘘、私もあと1個よ。いつ使うか大事にしていこう。うん。ちょっとやばそうやな。いや、もうちょっと火力上げていこう。火力上げていこうって上げたいけどさ、そりゃバフっていこう。うん、まあ、ゼロコいつ使うかな。確実にフルチェできるときか。もうちょっと見守ろう。あ、でも今バリあるからな。そうやね、使いたいよね。厳しいかもしれない。でもなんかどんどん使っていった方がいいとは書いとったよね、説明に。うん、そっかそっか。お、行きました行きました。ゼロコフルチェーン。お、ナイス。壊しますよ。お、ナイス。壊れました、ね、いい感じ。いいダメージ与えたよ。でももうないです。もうゼロコなくなった。終わりました。もうあとはですか。あとはゼロ棒を死守するだけですね。いや、なかなかですよ。なかなか硬いね。でも頑張ってない私。いやいや、頑張ってる頑張ってる。こんな長い感じ、長い道のり。だいぶね。いや、わかんないけど強いんじゃないのかな、やっぱり。いや、強いよね。ね、こんなに強くてこんなに手こずるんだったら、うん、大変よ、他のキャラだと。そうね、私も生きてないかも。まあまあ、ここはマルチという手があるからね。ああ、そう、ね、まだ確かに確かに。わ、回復いつ使うかが悩みどころですね。そうね、俺もまだ一回も使ってないけど、ちょっとそろそろやばそうやな。いや、もう使わないと。このバリアいつなくなるの。もうダメージ与えないといけないんじゃない、ある程度ね。うん、だ、魔法キャラがね、ダメージ与えられなくなっちゃうからね。そうね、ちょっと難しいとこだね、判断が。判断がね。やばい、ゼロ棒なくなった。え、嘘嘘嘘、まずいよまずいよ。それは私も1個、この1個剥がされたらもうまずいです。やばいね。大丈夫。いや、大丈夫。あ、大丈夫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 。本当に大丈夫大丈夫。あぶねー。いや、危なかったね。わかった。ちょっと一応回復しとこうかな。いや、絶対回復いると思う。すべてバッチリよ。危ない危ない、私も危ない。やば危ないよ、もう回復。
こっから行ける？行こう、ちょっと。やだ。やだ、ここで終わる。もう結構頑張ったもん。まあまあまあ、そうね。まあ、回復が。急に回復。スピード上がってきましたけど。やばいね。いやいやいや、待って待って。いや、もうちょっと頑張りたい。え、もうそんなやばい感じ？いや、まだ、まだなんとか回復。いやー、もうでも。ちょ、チェルさん、ビッグバンアタック。いやいや、無理無理無理。ビッグバンアタック、ちょっとどうにか。無理よ、無理よ、ちょっと。もうやばい？回復間に合うかな？棒はあるけど、多分もう、一回来たら無理。無理よ。そう、姉さん？姉さん特攻でしょ？まあちょっと50が俺たちやりすぎたんかもしれんね。いやいや、もう私たちぐらいになると50いかないと。まあ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 。そんな。お、ナイスブレイク。お、ゴークいたよ、ゴーク。いいね、いいね。お、お、もう最後の。いや、今もう最後の握りっぺやったけど、もういいよ。もう嘘。いや、もう今最後のゼロ攻使ったんよ。嘘、もう使っちゃった。うん、大事にしないといけなかったね。いや、結構大事にしとったよ、俺。ここぞという時に使おうと思って。あ、本当に。うん。いや、もうちょっと減りが早い。やばい。もう凶暴がもう2になってる。凶暴か2。やばいね。やだ。クリアしたい。チュさん。いやいや、俺も、それは俺も。やっぱあれなんじゃないの？お供？お供問題じゃないの？あー、確かにね、それは否めないね。攻撃通らなかったでしょ、バリアで、うん、2人とも。あー、まずい。もうもう次来たらもう無理です、私。もうマジで魂です。ちょっとブレイクどうにか。そうだね、ちょっとでも。俺とりあえず水割れるよ、水。本当にどうしよう。あ、割れる割れる割れる。おお、うん、ナイス、ナイスよ。うん、うん、硬い、硬いですよ。硬いね。あ、もうもう、せめてせめてフルチェを。もう最後のラストフルチェ。あー、できず。おや？お、どういうこと、どういうこと。ポロさんミスってなってね。俺だけ極限に減っとうけど。 あ、回避したの私。あ、あー、それやん。 10% 回避ここで。あー、ここで 10% が。すごいことしたね。これあるよ、あるよ。いや、俺がない、俺がない。いやいやいや、俺がない、ポロさん。いや、無理よ、もうチェロさんがもう。ポロさん、俺がないわ。いや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 、あるある。チェロさんもあるかもしれない、次。あ、回避、回避 10% 回避あるかもしれない。すごいよね、75% 効かないのに。確かに。いや、頑張ろう、頑張ろう。いや、ちょっと。やめて、やめて。 10% 回避してくれ、10% 回避。ジュンさん、10% 回避いける？ポルさん、ちょっとブレイクして、ブレイク。そうだね、赤、赤ね。赤割るよ。いや、自分でした。自分でした。うん、もう回避にかけよう、これ。いやいや、10% やけね。いやいや、持ってるはず、持ってるはず。あ、本当？いけるいける、私がいけたから。持ってるんであれば回避できるよ。まあまあまあ、10% ね。うん、うわー、なんかいい感じやけども。いや、ちょっと遠い。そうね、さすがに遠いわ。ゼロ個なくなっちゃったからね。あー、危ない、危ない。どうしよう、どうしよう。いやー、ゼロ個あと1回欲しかったな。掛け軸ミスったかな。ゼロ個増やせないんだっけ。いやいや、あるあるある。あ、あるんだ。めっちゃ頑張ったんじゃない。でもまあまあまあ、頑張ったね。
わーわー、いい感じいい感じなんだけどな。2人とも 10% するかもしれんやん。そうだね。だから2人で 20% よ。大丈夫、ね、いけるいける、どっちかが。あー、いやー 10% 使う前に。あらー、いけるいける、最大火力出していく。おー、いいよいいよいいよ、ブレイクしよう。いや、なかなか熱いよ、胸熱よ、胸熱。見てる方はね。いけるいける、いけるかな。まあまあ減らないけど、あ、でも結構結構頑張ったよ、ジローさん。回復ある？回復ないっす。あ、回復ないの？でも大丈夫、うん、ジローさんまだ10発使ってないから。いや、使うとか使うとかじゃないから、これいけいけ、あー弱い。弱い、もうちょい。あー、ダメだ。食いしばりいるよね、食いしばりがいるんじゃない？あー、確かに。食いしばってたらもう来てるよ、来てたよ。いける、これで倒せ、これで、これで倒せ、これで倒せ、頼む、お願い、なっ。10パ、10パ、いや、もう暗くなったもん。もう倒せずということでね。はい、ということでね、今40来てるんですけど、まあ、40だと、まあ、こんな感じで結構余裕な感じですね、うんうん、そうですね。やっぱさっきの反省点としては、魔法キャラじゃなくて物理キャラをなぜ連れてこなかったのかという、まあ全責任が僕にある感じですかね。そうですね、あともうちょっとだからね、お供問題かな。そうですねって、そこはやっぱさ、2人でやるんやけど、うん、いやいや、そんなことないよ、しょうがないよねとかさ、なんかフォローない、うんうん。いや、でもやっぱりね、爪が甘いというか、やりましたね。はい、勝ちましたね。はい、まあ、40は全く同じメンズで、まあ、かなり楽勝だったということですね。うんうん、はい、ということで40はクリアということですね。え、まあ、50いくんだったらちょっとあの構成で魔法キャラじゃなくて物理キャラを連れてたらワンチャンというとこですか、うん、そうですね。はい、ということでね、まあ、ちょっと行ってみたということなので、クリアするとは言ってないんでね、まあまあお散歩、そうですね、お散歩ということでね、見ていただければと思います。はい、はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。